ちょこちょこ出るんだけど、どうしたいかな。学生には行きたいけど、いやでも学生行ったらまたあのいらん人間からね絡みがあるから、もうね僕田舎の地方議会で全然いいんですけどね、できたら田舎の地方議会に行きたいな、都会じゃなくて大阪市議会議員じゃなくて、ね、あの地方のそれこそあの富田林市議会議員とかね、そんなんがいいな。まあ、今日は静岡で帰ってめちゃあるちゃうんじゃないこれ。今は静岡の方が良かったんかな。座りたかったちょっと座っちゃったんだけど。ちょいちょい長堀鶴見の口ラインに伝えよう。なんだちょいちょい。ちょいちょい。電車とホームの間が空いています。お降りのお客様はお足元にご注意ください。口の中で引っ張りますよ。マジで左側やな、そんなやつおるな、タレントになってたやつ相談したいよね。一回でもええな、国会議員でクビになってもいいよね。2番線、特急の扉が閉まります、ご注意ください。マジでそんなんであんの、羨ましい。うちの僕の祖父がねあの南九州の富永の議会議員らしい。自分も何もないぞ、まあ、立候補しろとは言われてるんだけど、しっからもういらないわそんなもん。自分もあるらしいんだけど、僕はちょっと走ってるわけじゃないから、おじいやおばがたくさんいて、ね、まあ、いとこもたくさんいて、だから多分親族票だけであんな片田舎のね議会議員なんで。マジか、そうかな。あでもね、あの都会田舎の市議の給料って15万ぐらいなんだけど、年収100万、本当年収100万ぐらいなんだけど、年収150万ぐらいしかないんだけど、田舎の市議会議員なんで。南九州市議会議員なんて年収200万ぐらいしかないんだけど、マジで多分月収15万かける10人の180万ぐらいしかないと思うんだけど、全然魅力ないんだが、まあでもね、 YouTuber しながらだったらそれでもいいかなと思いますけど、ね、まあね、関西はね、都会はいいんだけど、だから一緒あの NHK ぶっ壊すともね、あんまり田舎すぎるところ見かせないでしょ。あれあの横山みどりもあの給料から分割で回収するんですよ、選挙。まもなく2番線に準急出町柳行きが7両で到着します。まあ、それはそれでいいと思うんだけど、当たり前のことだしね。黄色またはみどりの乗車位置、丸印の1番から7番でお待ちください。停車駅は森口市茅島と茅島から出町柳までの各駅です。枚方市には特急出町柳行きが先に到着します。森口市で各駅停車に連絡します。まだマッピーでもみんなお姉ちゃんがまだスタバッコしてるんだけど、もう8月終わりよね、明日で8月終わりなんで、もうまだ真夏の格好してるんだけど。2番線に到着の電車は先発の夜は涼しく感じるけど、あれでも25度ぐらいあるから、ね、僕らが子供の頃なんて昼間の電車は変わんないわけです。次の停車駅は森口市です。唇を真っ青にしながらプールに入った頃の気温が今の夜の気温で、温暖化したんだよ。
クしても誰も動画見てくれないから10分動画ぐらいなので山ほど上げていってスタンスに変えていこうかなと思います。